7月7日に投開票された東京都知事選で落選した蓮舫前参院議員56が14日自身の XQ ツイッターを更新し発信についてのスタンスを記した蓮舫氏は私はね黙らないよと名言今最も自由に黙らないと無職と明かしている現状に触れた蓮舫氏は前日13日には テレビプロデューサーで、タレントのデーブ・スペクターの、蓮舫が、テレビ司会者に転身、ヒステリーチャンネルというダジャレ投稿に対して、それはどういう意味かしら。デーブさんと呼びかけ、私の戦いや私の姿勢を、個人で笑うのは、どうぞご自由に。もう数十年お会いしてませんが。私を支え、私に投票してくださった方を否定しないで、いただけると嬉しいわ、と苦言を呈した。 同日に行ったインスタライブでは民放番組で蓮舫氏の昔からの友人を名乗って都知事選について論評コメントを東国原秀夫氏についても言及自身への批評を念頭にちょっとひどいのには SNS で反論をし始めた私が流して終わる話じゃないと気づいたので次の子たちがこういうのときっとまた戦っちゃうと思うときっちり詰めなきゃと だけど、あずまさんも、デーブさんも、その後連絡ないからねと語っていた。インスタライブでは、現時点で、国政復帰の意思がないことも、明らかにしていた。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。黙らないのであれば、その言動に対する批判や評価も甘んじて受け入れて、欲しいものです。自分は好き勝手にあることないこと言う、間違ったことを確認もせず、 思いつきでツイートしてそれが指摘されたらしれっと削除して被害者面こんな恥知らずなことをし続ける限り蓮舫氏に対する世間の評価は下され続けると知るべきですねスコットランドの偉人トーマス・カーライルという歴史家は著書衣装哲学の中に誰もが知る言葉を彼の思想のキーワードとして記しています 蓮舫さんも一度はその言葉を見聞きしたことはきっとあるでしょう沈黙は金雄弁は金というトーマス氏の言葉には説得力ある言葉を持つことは重要だけど時には沈黙するべき時を知ることはより重要との考えが表されています似た意味の言葉では言わぬが花という日本のことわざもありますね あえて言わないことででされれた魅力や趣が感じられるのだそうですよ蓮舫さんは自分が人にどう見られていて自分を人に見せるにはどのような振る舞いが効果的か検証してみてはいかがでしょうか黙らないなら負けた総括支持されていないことに対する自分の見方を発信すべきその上で自分に適性があるのかも自己評価しては 攻撃性だけが持ち味か、真に、有権者の信任を得られるものとして、ふさわしいかどうかは、結局は自分をどれだけ冷静に見られるか。今何が有権者の生活に必要か、国政なら何を最優先に考え、どう実行するかを冷静に語れるか次第。もちろん自由ですから黙らなくて結構ですが、反対意見、否定的な見解に対して、すぐ、 ブロックという内側に鬱屈したことを垂れ流すだけなな。んだだろうなただこうやってついつい見てしまうあたり江妻さんとかゆたぼんさんとかあのあたりみたいにヤフーニュースの記事を書く人を喜ばすだけなんだろうなと思います負けた原因についてはいろいろな人がさまざまな視点から分析して指摘しているからもし今後も政治家をやりたいのなら。 それらを踏まえて真摯に反省し、変わる意識を高めていったらいいが、多分この人はやらないだろう。それよりも関係者たちから頼み込まれたのもあるとはいえ、本気で選挙に勝てると思い込んでいた感覚は、現実とあまりにも離れすぎていて、なぜそこに気づけなかったのかが不思議でならない。非公認とはいえ事実上。 党を挙げて幹部の大半が揃って応援していた立憲民主党にも言えるが多少勇み足で世論を見誤ったと言われても仕方がない敗因の分析以前になぜこの人物を立てたのかが問われなければならない都知事選に限らないが これほど世間から大きな注目を集める戦いにおいて、新しい時代を切り開こうとする息吹を持ち、夢の到来を感じさせるフレッシュな候補者がふさわしいと思うのに、これを全く感じさせない人を引っ張り出しても無理だ。自身の信念を貫き通す意味で、何を言われようとも意向地になっているのなら、それは政治に持ち込んで、示すのではなく、 一人の活動家として示していただいた方がご自身のためだと思いますがね。批判の中には確かに目に余るものもありますが、大半は倫理的にもかなっているものですし、真摯に向き合って誠実に答えることができないのであれば、政治の世界から今すぐにも身を引いていただきたいです。組織票がなかったら10位以内にも入れたのかどうか。120万票。 それほど多くの人が応援してくれたと蓮舫は言うけどその票の大半は蓮舫にではなく正当に投票したものだてか想定されていた組織票のうち約50万票も離れさせたことをどう考えてるのかすでに民意は蓮舫を必要としていない何も言ってることが全て間違ってるなんて誰も言っていないむしろこの人が 都知事選の立候補時に行っていたリセットするという言葉はその通りだと思ったただこの人の悪いところは無用の攻撃性を持っているところでそれをむしろこの人自身はいいところだと思っているところに普通の人と感覚がずれているんだと思うこのままでは若い人にも嫌われるし何より女性に嫌われてしまうと思うこの方は 大陸のアイデンティティが強そうですから、わびさびに通じる日本独特の語らずに感じさせる、聞かずに感じ取る、といった精神構造は皆無だと思います。ただ、古代中国の兵法家、孫武が著述した兵法書の真心に記され、武田信玄の旗でも有名な風林火山の意味の中には、静かなる言葉やしのごとく、 動かざること山のごとしと静かにしていたり動かなかったりすることも戦略戦術上重要な行為だと説かれています同じ大陸出身の歴史上の超有名人がおとなしくしていることも有益だとおっしゃっているわけですから蓮舫さんも今後はその時こと風の女ごとく侵略することびのごとくだけで活動していたことを改めた方が良いのではないでしょうか 支持者を否定しているわけではない蓮舫と同じかそれ以上の口調の支持者は批判されるけれども人柄が批判されているんであって言っている中身じゃないと思うよ多くの人に伝わる響く口調であればここまで批判されることもないと思うそれに気づかないところがまた終わっている政治家は相当程度に一般受けする必要がある 多くの人に受けて票を集めるわけだから。それが集まらなかったということはどういうことか、なぜ考えないのご自身のスタンスをどう決めようが勝手です。ただ、いい大人それも政治家なんだから、自分の発言に責任持つこと。そして他の政治家や有権者を敵と味方という単純な色分けをしないことをお願いしたい。次の子たちがこういうのと、 きっとまた戦っちゃうと思うと、きっちり詰めなきゃととありますが、これも傲慢な意見です。なぜ次の子が、同じように戦うと思うのか蓮舫自身のパーソナルな問題だとなぜ思えないのかそこに気づかなければ非難も止まないし、多数の支持は得られません。